報道で、そのことについては知りました。こんなに身の危険を感じながら選挙をするのかというのは、私はその有権者もそれを見ておかしいと思いますし、立候補や候補者そのものもですね、身の危険を感じながら行うというのはここ日本ですよね、非常に疑問というかおかしいと思います。自民党の茂木幹事長は、これまでちょっと見たことないようなんですね、妨害行為が、ちょっとまあねご覧いただいたんですけども、僕の鏡をちょっとこんな緊急で撮ってるんでこんな感じなんですが、まあ今翼の党によるまあ妨害行為に対してですね、まあ小池東京都知事や自民党の茂木幹事長がコメントしてますが、身の危険を感じるのが僕は選挙だと思ってますよ。まず政治って何かっていうと奪い合いなんですよ。富の奪い合いだから、お互いがね、これ家族で言うとお父さんがゴルフクラブ買いたいとかね、お母さんが、要はヴィトンのバッグが欲しいとか、子供がゲームソフト欲しいとか、これ奪い合いなんですよ。それはね、お父さんのゴルフクラブもお母さんのヴィトンのバッグも子供のゲームソフトも全部買うことができたら奪い合いにならないんですよ。現に日本は奪い合いと言ってもまだそういう状況になってないから、皆さんそういう実感がないんですよ。まさに小池百合子さん、あなたのおっしゃる通り、ここ日本なんですよ。で、奪い合いをしてないから危険をまあその当たり前になっちゃってるんですよね。でも政治って小池百合子さんのようにね、言うだけ言って公約果たしもしなかったでしょ。花粉ゼロとか満員電車ゼロとか、そういうことをしてると危険になっていくんですよ。奪い合いにどんどんなっていくんですよ。で、身の危険を感じたと小池さんおっしゃってるけども、それはまさに印象操作じゃないんでしょうかね。黒川は間違いなく翼の党の連中は暴力振るわないですよ、現に。あいつらそれ一番わかってるから。つまり小池百合子が感じた身の危険っていうのは、それは身体に暴力を振るわれるっていう身の危険じゃなくて、カイロ大学の卒業していないこと、カイロ大学を卒業していないことを暴かれるという身の危険を感じたんじゃないんですか。立候補する人はね、都合の悪いこといっぱいあるでしょう。隠しておきたいこととかあるでしょう。でもこれまでのね、常識、茂木幹事長が言った、まあ異常じゃなくて正常な状態っていうのは、立候補者や政党のいいところばっかり言って悪いところを隠すんですよね。で、僕は黒川のやってることについてはちゃんとやれよとは思ってます。その太鼓を叩いたりとかね、これはいかんでしょう。あとね、まあ僕に対しての迷惑そんなか、嘘はいかんでしょう。まあ黒川もしっかりね、翼の党の人たちもその辺は気をつけてやったらいいと思いますけど、僕はね、小池百合子東京都知事の今回の身の危険を感じている、ここ日本でしょうって。日本は他の国と違うんですか。政治って奪い合い争いですよ。あなたが感じた身の危険は肉体的な身の危険じゃなくて、あなたが隠していることを暴かれることに対する身の危険でしょう。僕自身はやっぱりまあ黒川に対して告訴状を出してますけども、まあ、こういう小池百合子さんのまあコメントを聞いているとですね、何甘っちょること言ってんのと。政治は殺し合いなんですよ。戦争現に起こってるんですよ、今。日本だっていつ戦争に巻き込まれるか、あるいは戦争の当事者になるかわからないんですよ。そんな中で判断をしていくのが政治家の役割で、その政治家を選ぶのが選挙なんですよ。候補者が安全に選挙できるっていう思いが間違ってるんですよ。それがね、今黒川のやってること、翼の党のやってることは、彼らは有権力の行使してませんよね。
暴力振るってますよね。そこについては彼らは宣言してますよね。暴力振るったら終わりだって。そうすると、小池百合子さんが感じている恐怖っていうのは、やはり嘘をついていることに対しての、僕は恐怖だと思いますよ。嘘がバレることに対する危険を感じてるんでしょ。その身の危険っていうのは、身体的なものじゃなくて、どちらかというと精神的なものなんじゃないんですかね。まあこういうことを言うとね、まあ翼の党を擁護してると言われかねないですけども、まあでも、僕自身は、その彼らのやり方については、もちろんねちょっと違うんじゃないのと思うこといっぱいありますが、あの僕がある意味教えた弱者がね強者に対して立ち向かうにはあの方法しかないっていうのもこれまた事実なんですよね。だから小池百合子さんは今明らかに強者なわけですから、黒川の質問に対してはっきりと私はカイロ大学を卒業しました、あなた首席で卒業したんでしょ、どうも首席は嘘だと認めたっていう説もありますが、自分の書いた自伝でね、自分の書いた本で私はカイロ大学の、ね、を首席で卒業しましたって言ってるんだから、そこについてはどこまでが本当でどこまでが嘘なのか、それこそエジプト語で説明されたらいいんじゃないですかね。それをしないから黒川追いかけるんですよ。これ15区は全ての候補者に対してやりましたが、東京都知事選挙、6月20日から始まる東京都知事選挙は、小池百合子さんを集中的に、まあある意味妥協をやると言ってますから、まあそういう意味では小池百合子さん、この学歴詐称の問題ね、あなたが日頃東京都庁の記者クラブ、おとなしい記者や、ね、フリーランスの記者の質問には手を挙げても答えないでしょ、あなた。横田はじめさんとかっていうね、そういう横田はじめさんというフリージャーナリストがいくら手を挙げてもあなた当てないですよね。質問させないですよね。そういうねことをしている人がいるから黒川もまあ今回頑張っとるわけで、まあそこについては僕は黒川敦彦とかあの翼の党のやつら大嫌いですけども、まあ俺から見たらどっちもどっち、お前らどっちもどっちやね、ということで以上です。 NHK をぶっ壊